ニューエデンニュース。あなたをちょっと助けたい。ビルドット魔法ショップの提供でお送りします。こんにちは。ニューエデン各地で起こる様々な情報をお届けします。まずは、騎士団行進のお知らせです。月に一度行われるゴートウルフ全域を回るイノセントナイツ騎士団行進の日が近づいてきました。行進の順路は貴族の別荘から灯台までです。イノセントナイツ騎士団の行進が行われると、犯罪率や魔物の出現数が減少するとの報告があります。大きな旗や強そうな鎧に恐れをなしているのではないかとのこと。町の治安維持に大きく貢献していることがわかります。当日は騎士団の方々を出迎えてはいかがでしょうか。最後にニューエデントピックスです。ニューエデンで今一番注目されるものをご紹介いたします。あのお騒がせ錬金術師がまた事件を起こしました。本日未明、錬金術師ハーゲンティさんの営む道具屋がまた爆発しました。近隣住民の話によると、早朝に大きな爆発音がし、煙が周囲一帯を覆ったとのこと。爽やかなレモンの香りを感じ取った人も多数いたそうです。この爆発による怪我人はありませんでした。ハーゲンティさん本人も、元気なアフロ姿で住民たちの前に姿を現しました。今回の爆発の原因は、眠気覚ましに入れようとしたレモンティーを誤って実験中の薬品に注いでしまったこと、とのこと。この爆発に関し、ハーゲンティーさんは、バッチリ目が覚めたので、目的は達成です!とコメントを残しました。ハーゲンティさんの爆発事故は、これまでも数えきれないほど紹介してきましたが、寝ぼけによる実験失敗は、これで12度目。皆さんも、眠い時は無理に作業せず、体を休めましょう。なお、ハーゲンティさんの道具屋は、本日も営業中とのことです。無理のないよう、営業していただきたいですね。以上、ここまでがニューエデンニュースでした。この後は交通情報をお伝えします。交通情報センターからお送りいたします。交通情報。まずは渋滞情報です。オートラプラスとルノディアノに向かう道が事故により2キロの渋滞。西の都と森林街道の村の間の道が倒木による通行止めで5キロ以上の渋滞となっています。倒木は雷雨によるものとみられています。地面のぬかるみの影響もあり、撤去作業が難航しているようです。通行開始にはもうしばらく時間がかかりそうです。次は運休になっていた馬車の再開のお知らせです。昨日、オアシスの町と常冬の村を走る馬車馬が迷子になりました。幸い、2馬車には乗客はおらず、運搬中の荷物もありませんでした。御車が馬に飲み水を用意しているわずかな間に姿を消してしまったそうです。捜索が続けられていましたが、本日の正午ごろ、オアシスの町へ行く道で発見されました。馬車馬は現在、御車の元へ戻っています。夜の時刻表は予定通りに運用されるようです。以上、ここまでが交通情報のお知らせでした。この後は天気予報です。ここからはニューエデン各地の天気予報をお伝えしていきます。今日の深夜から明日の昼にかけて沿岸部は大荒れの天気となります。火山島の近海で発生した嵐による大雨と突風に注意が必要です。不要な外出はお控えください。また、この嵐の影響で、ゴートウルフのビーチも今朝から閉鎖となっています。絶対に海辺には近づかないようにしてください。その他の各地域でも小雨が降り、
曇り空が続くでしょう。洗濯物の取り込み忘れにご注意ください。以上、ここまでが天気予報でした。続いては CM です。最近油物を食べると胃が重いな。でも大好きだから食べるのもやめられない。そんなあなたにはこれ、ミルドット印のグリーンカクテル。うわ、すごい緑色で苦そう。でもこれで辛い胃もたれが治るならいただきます。あれ、甘くて飲みやすい。そうなんです、このグリーンカクテルには15種類の野菜と6種類の果物のエキスを配合し、味にもこだわった一品なんです。食後に一杯飲むだけで胃の働きを助け、胃もたれともおさらば。これなら簡単に飲めていいや。しかももう胃が軽くなってきた。事前の調査で100人中90人以上が効果を即実感。水に溶かして飲むだけのお手軽ドリンク。一杯分ごとに分けてあるから持ち運びも楽々。食事のお供にミルドット印のグリーンカクテル、ぜひお買い求めください。以上、ここまではニューエデンニュース。提供はあなたをちょっと助けたいミルドットでした。